いいで献身とは日本の競争馬である。馬名は冠無理名と上杉献身の献身が由来となっている。2007年デビュー戦は7月7日に函館競馬場で行われた芝の2歳新馬戦で単勝1.9倍の一番人気に支持され2着に2馬審査を付け初勝利を挙げた。続く重賞初挑戦となった8月5日の函館2歳ステークスでは2番人気に 支持されるが、ハート・オブ・クイーンに敗れ3着だった。8月25日のクローバー賞では、一番人気に支持されたが最下位となる8着という結果に終わった。レース後は、放牧に出され、10月上旬に帰球した。復帰初戦は、格上挑戦で、KO 杯2歳ステークスに出走したが、11番人気で14着という結果に終わった。続く、 自己条件のポインセチア賞は初のダート戦ということで9番人気と低評価だったが2着に一場審査で勝利しダートで初勝利を挙げオープン馬となったダートで初勝利を挙げたことから第58回全日本2歳優秀に出走登録を行い12月19日のレースではスタートから先手を取ってそのまま逃げ切り ジェイプニー初挑戦で重賞及びジェイプニー初勝利を挙げた。この勝利は、コンミツク9とバッシュのジェイプニー初勝利とサンダーガルチ、3区の重賞及びジェイプニー初勝利となった。レース後の12月26日に UAE ダービーへの出走を視野に入れていることが明らかになった。2008年、出走を視野に入れていた UAE ダービーには1月31日に 同競争において日本馬で唯一の選出馬となったことが発表された。それに伴い調教師サイドから同レースへの出走を正式に表明したことが2月1日に明らかになった。その前に再び芝レースの共同通信杯に出走。しかし13着だった。3月15日に同じくドバイミーティングへの選出馬となり遠征する3頭と共に出国。 レースはスタートから果敢に花を奪うも4角手前で脱落し、勝ったオナーデビルから約17場審査の発着に敗れた。レース後は遠征は3頭と共に4月3日に関西国際空港に到着し、ミキホースランドパークで輸入検益を受け、検益終了後はグランデファームへ放牧に出された。帰国後の4月中旬、立党、本三つぐ級舎から立東。 池添金を9社に移籍したことが発表された。7月9日のジャパンダートダービーで国内復帰するも15着とシンガり負けを喫した。続く関越ステークスでは2着と構想したが8月15日のサマーチャンピオンは再び12着とシンガり負けを喫しシリウスステークスでも11着と大敗した。続くオープン競争ブラジルカップでも13着と惨敗した。その後 トッパーズステークスに出走したがここでも14着と大敗した。2008年12月17日付で JRA 競争場登録を抹消し、後衛園田競馬に移籍した。園田競馬移籍初戦となった2009年1月15日の小野浜のポンズ特別は2着だった。その後、交流重賞の名古屋大賞店に出走したが9着と惨敗した。 休養を挟んで8月6日の夕刊富士杯、9月7日の瀬戸内賞を共に一番人気で勝利した。続く10月8日の姫山菊花賞では4着、10月29日の特別戦では2着だった。続く11月27日の笠松グランプリと12月23日の菊正宗特別を連勝した。2010年1月20日のファシリティーズカップから指導したが、 二着に敗れた。続く2月25日の近畿、中国、四国交流特別でも二着だった。休養を挟んで10月15日のスプリントでは一着、笠松グランプリでは五着、兵庫ゴールドトロフィーでは十着となった。2011年1月20日の一般戦から始動し一着、続く2月6日のマイル走破では四着だったが、2月23日のフェブラリーカップに出走し一着となる。 その後、交流重賞の名古屋大賞店に出走したが、10着と、惨敗した。休養を挟んで12月15日の一般戦では、逃げて4着となる。2012年1月4日の楽天競馬賞から始動、逃げ切り勝ちした。2013年4月19日のダッシュ余裕は特別で、約1年3ヶ月ぶりに出走し5着。その後、勝ち星を挙げられず、9月25日付で、 登録を抹消された、同じ馬種、同年生まれ、同じ旧舎に所属していた井出信玄という馬がいる。こちらの、信玄は、武田信玄の名前が由来となっている。母ヘブンディーアドバイスの判定に、パーソナルラッシュがいる。ありがとうございます。